よし、じゃあ今日も行ってきます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おっす、どうでしたか。きついです。はい。今山川君のトレーニング指導が終わりました。これから、浦和に移動してフィットネスインストラクターの仕事をしていきたいと思います。では移動します。今浦和のフィットネスクラブに着きました。これからあと15分後ぐらいから、フィットネスのインストラクターのお仕事をしていきます。フィットネスのインストラクターのお仕事はこう音楽に合わせて反射キックを繰り出すようなプログラムを展開しています。じゃあびっちり動いていきます。今、45分間の自分のインストラクターのお仕事が終わりました。会員の皆様と一緒に気持ち休めをかけました。これから着替えてシャワー浴びて、でまた式にとんぼ帰りして、午後のお仕事やっていきたいと思います。今浦和から式に戻ってきました。軽くご飯食べて、でこれから今3時半で、次4時半から子供たちが来るので、それまで上でトレーニングしたいと思います。トレーニング終わりました。これから、10分ぐらい休憩して下で、空手の指導がスタートです。みんなが集まってきました。自由すぎるな。やめろやめろ。そのまま下から必ず両手でブロックをしてください。はい。そのまましっかり両手でブロックだぞ。はい、お互いに。はい。お疲れ様でした。はい、よいしょ、全員座ってください。強い横行き。どうかな。そう。下段も中段も後ろ蹴りも飛び膝も戻ってて。おーおい。せいじゃない。ごめんな。はい、今子供のクラスが2クラス終わりました。少し30分ぐらい休憩をした後、パーソナルトレーニングを1本、そして空手の指導を1本やっていきます。30分ぐらいの間には事務作業を終わらせちゃいたいと思います。
葉お願いします。大丈夫です。じゃあ上で、はい、上に上がったらもうジムですからね。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では頑張ってやっていきましょう。空手の指導が終わりました。これから道場生がちょっと来て悩み相談に乗ります。これからの仕事は道場生の悩み相談です。そろそろ来ると思います。悩める若者の相談に乗ってて、時刻はもう見えます、12時10分です。ことも僕らの仕事ですね。最近すごく忙しくて、なかなか YouTube 動画も上げられていないんですけども、続いてきたら空手とかフィットネスに関する動画もどんどん載せて、どんどんアップしていきたいとは思っています。というのも、実は今日、今まで個人事業主としてこういう道場だったり上のジムをやっていったんですけども、ちょっと規模が大きくなってきているので、株式会社で登記して法人なりをしました。まだ言えないんですけども、来年のちょうど頭ですね、来年の1月にはまた新規で新しい事業を立ち上げようと思っているので、その準備として法人化していなければいけなかったので、今のタイミングになりました。いろんな書類を作ったりとか、やらなきゃいけないことがあったりと、ちょっと YouTube を、まあ、自分で撮って編集もやってるので、時間がなくてなかなかできなくて、今どれかな、 2,3 週間ぐらい空いちゃってるんですけども、また落ち着いてきたら、空手のテクニック動画やフィットネスの情報なども配信していきたいと思いますので、もう今しばらくお待ちください。それではそろそろ帰りたいと思います。ではおやすみなさい。